土井原賢治土井原、旗徳淳協定は1935年6月に発生した長北事件に橋を発し、事件に関与した国民革命軍第29軍によるその他の問題を含めて同月27日に取り決められた日中間の協定である。日本側代表の土井原賢治と中華民国側代表の旗徳淳の名が協定名となった。 1934年10月26日午前10時頃、チャハル地方を視察していた日本軍川口中佐の一行8名は、長北付近を通り過ぎようとしていたが、国民革命軍第29軍第132市の衛兵がいきなり清流島と自動小銃を突きつけた。このため、一行中の初期生が正式に説明しようと衛兵の指揮者と交渉したが兵士たちはこの初期生を、 おうするという不法行為を行い不穏な様相を示した。一時間後には日本語を理解する公安局員が立ち会い自体は収集されたが、この原因は第29軍軍長の総鉄源が日本人旅行者に保護を与えぬとする密命にあった。先の長北事件の際には、このような事件は再発させないとの制約がなされていた。 しかし1935年5月30日にトラックでタリオを出発した日本軍特務機関員の一行4名は6月5日午後4時に超北の難問で第132市の衛兵に停車を命じられた。一行は特務機関の身分証明書を提示したが無効であると跳ね付けられ第132市の司令部に連行され荷物と旅行用品の厳重な検査が行われてから 一部屋に、監禁の上、清流刀や重剣が突きつけられながら脅迫されて、尋問を受け、食事と寝具は与えられずに翌日午前10時に、釈放された。監禁は、総鉄元の参謀長の命令であり、その他の尋問等の侮辱は、軍法所長も知るところであった。総鉄元当時の総鉄元軍つまり第29、軍は、カルガン口に、第37市。 超北に第132子、戦火に第38子、保安にしばらく変、第2子を有し、2万の新兵を募集していたため、その兵力は6万から7万を有し、また、敗日の主会、兵玉将の元部下であり、その時期にあった熱火戦では、君寝口で日本軍に頑強に抵抗した経験を持つ、敗日思想の強い軍隊ゆえに、 中国北部の排日軍閥一層を望むなら無視できない存在となっていた。関東軍は日頃の総鉄源が日本と満州に対して挑戦的であったためこの機会を捉えて休団することになった。6月17日関東軍幕僚会議では以下の決定がなされた。その翌日南京政府行政員は総鉄源の悲鳴を決定した。6月27日 土井原特務機関長が提出した要求事項すべてについて、旗特順が承諾した。回答文書の内容は以下の通りだったが、その発表は行われなかった。第2条北事件に監視者在死責任者を罷免する。日中国交に悪影響を及ぼす機関を、ジャハル省より撤退させる。日本のジャハル省内での正当な行為を尊重する。昌平、勉強。 大林法を経て頂上に至る、千位島の地域及びドクイシ北側より、頂上に沿いカルガン口北側を経て長北、県南側に至る、千位北の地域より、総鉄原軍を撤退させ撤退後の治安は、保安隊が担当する。以上の撤退は6月23日から2週間以内に、完了する。第3項の、日本のチャハル省内での正当な行為を尊重するの。 解釈について土井原と旗の間の口頭による約束で中国が承諾した主要なものは以下の通りである。チャハル省における飛行場と無線電信設置が許される。山東、山西からの移民がチャハルに入ることの阻止。カルガン口の特化要項の事業の継続を困難にする工作。チャハル省で日本人を軍事または政治顧問にすること。内蒙では 日本側の特王に対する工作は阻止されない。ありがとうございます。